OK。 よいしょ、いきます。よいしょ、いーやっちゃうよ。うーん、大丈夫ですよね。今日もやっていくんですけど、今日ね、ミカさん、うん、ポケモン GO やってる場合じゃないですよ。バレた。ちょっと卵生まれたんで。卵産んでる場合じゃないですよ。卵が生まれたんで。産んでる場合じゃないですよ。でですね、まあ、今日やっていくのは、まあ、みかんボイスのね、ちょっとまあ、まあ、昨日のさっきサドンデス大会のね、動画とか、まああれなんですけど、あ、まあ、バルーン使ってるのを見て、さてはちょバルーン対決を申し込んだ方がいいんじゃないかなと思って。いや、挑戦でいいわ。ちょっとまあ、挑戦してみた方がいいんじゃないかと思って。いや、まあ、卵生まれた。卵産んでる場合じゃないですよ。ってことで、まあね、あの俺がみかんさんに、まあ、バルーン対決をね、してもらおうかなという感じでね、まあ、みかんさんは同じのあのデッキをまあ使ってもらって、ええ、一人やんな。余裕っす、正直。余裕っす。なんで、まあちょっと俺が挑んで、まあ、もしもですけど、まあこれ負けたらまたね、改善してもう一戦挑みたいなと思いますね。まあ、負けることはないと思うんですけどね。まあ、もし保険を、ってことでね。へーまあちょろいっす、正直言っちゃうと。ってことで、フレバと飛ばしていこう。へー、まあバルーンとは何たるかをね、教えてあげようかなと思いますね。おやおやおや。バルーン、全一だぞ。え正直俺、バルーン、今までで人類で一番使ってる自信しかない。二人ともバルーン使うんだよね。そうだよ。もちろんじゃん。だよね。うん。あれじゃん。もうあれじゃん。それ入ってるってことは。こうなんでしょう。はいはいはい。まあ、そんな感じね。なるほどね。もういいよ。オディ。どう？満点？そんな怖くないんだな。大変だ。お、え？え、なんでそれが入ってるの？何トレの入ってるの？何トレの入ってるの？トレね。うん。ああ、僕テンプレに入ってるから。え？じゃあ、俺トレね入ってるって聞いてないんだけど。ああ、もともとトレに入ってるからテンプレ。嘘だしょ。よし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 。オッケーオッケー。これで、いや、待ってよ。ちょっと待って。何を考えたらいいか分かんないんだけど。やっぱバルーンの気持ちにならなきゃいけないみたいなとこ。ああ、なるほど。なるほどじゃねえな。よいしょ。これいいんじゃない？よいしょー。まあまあ別にいいけど。おい、バカも入ってない、それは。入らないんだよなー、それが。軽いぞ。おいおいおい、そこか？いやいやいや、それ場所は変えるんですよ、お兄さん。いや、やりますね。場所っていうのは変えるもんなんですよ、お兄さん。これでいって、ランバーでいけるか、ゴムか。あ、なるほど。は？どうした？どうしたっすか？なんかあったんですか？いないっすよ。って言うと思った。俺、ただじゃ転ばねえからよ。ただじゃ転ばねえの。おい。一発。待って。だいぶ目立ってない。いや、全然ですよ。何言ってんすか。やめてくださいよ。ちょっと待って。あ、ダメだ。雪玉転がせなかった。こんなことすんな。なんか違えんだよな。流れてる血が違うんですか。ちげえな。田舎者の血が騒ぐわ。これなんで振り下げたの。あ、よかった。マジかよ。何誰飯やんじゃん。どっちも引き分け狙う。引き分け狙おう。お、命がいた。よいしょ。フラ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 ミンゴミンゴドフラミンゴみたいな。違います。よいしょ。あ、ちょろい
さてはちょろいよ。ちょろくないかな。1枚お、まあ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 、うん、おおさ君フリーズないな。いいか、最近のバルーンデッキってフリーズデッキだぞ。嘘つけ、俺はそんなダブルデッキ知らねえぞ。いいよ、はい、入ってもいいです。いいか、うん、いいよ。はい、さようなら。ドゥ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 。まあ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 、ここまではまあ予兆、予兆みたいなのがある。あ、やべ、なんか拾いちった。どうしたの？ちょっと待って。ちょっとなんか入れちゃった、入れちゃった BGM が、BGM が俺の、OK、来た。まあ、ちょっとじゃあもう一回。え、何？何回言っても変わんないと思うんだけど。勝負しよう、もう一回だけ。嘘でしょ。テレレテレレレレレレ。なんだろう、ナイスウィズ墓石メガゴトルネ雪玉使ってな。バルに負けるやつおるんかみたいな。しかも両サイド結構ポキポキに削れてたもんかな。あ、やばいやばい、うん、やばいやばい。どうした？それ何でもないです。気づかなかった、気づかなかった。どうした？いや、ちょっと中指が立ちそうになっちゃいました。あー、ごめんなさいごめんなさい、別に煽ったつもりないんですけど。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。うん、ちょっと墓石いらなかった、気づいた。いや、意外とね、全然いらない。いや、あいつが失敗した、あいつが失敗。まあ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 、お好みですよみたいなことあるの。アイスウィズがいらない、さては。好きにせいや、セイントせいやって感じだ。いや、アイスウィズいらなかったな、正直。ほーん。結構でも、読みの雪玉はね、当たってたよね。うん、まあ読みやすかったね、やっぱ。うん。あ、そう。たまたまだ。ちょっと待って、何迷う。デッキ作成がね、やばい。え、バルーン対決でしょ。そうだよ。え、じゃあ俺変えるのはダメ。いや、まあいいですよ、怖いなら。じゃあいいよ、その、じゃあいいよ、じゃあいいよ。あれ、ちょろくね、挑発すれば大丈夫、さては。じゃあいいよ。まあ、こんな感じでいっか。よし、行こう。トゥンテレレンテレレンテレレレレレレンテレレレ。ああ、よし、行こう。どうせなんかエレクラ積んでんだわ。そんなもんね、全然。対空7枚くらい積んでさ、うん、バルーンメタ積みまくってさ、うん、ええー、って感じだろ。そんなもんじゃ勝てなきゃねえんだよ。これ使いの話ですか。よいしょ。まあまあやるじゃん。まあな。さあ、ここまでテンプレの流れですね。どう？ほら、時を止まれ。まあまあまあ、しゃあなし。うん。しゃあなししてやるわ。まあまあ。とりあえず、600ぐらいダメやろうって。600なんかね、もう、ピンだから、ピン。ピンで入るか。ピンっすか。そうですね。イズビピンコっすか。うん。ピンコ。やめろって。ほんといつもそういうことばっかさ。ケイキョウさんとかでもそんなことしか言ってなかったからさ。いや、俺のせいや。うん。ちょっと待って。体が腐るな。よろしくね。ゴリロは。は？ちょっと調子悪いな。何その顔。調子悪いな。それさ、使っちゃいけないバルーン使いに対して使っちゃいけない禁忌のカードって知ってる？禁忌キツなんだけど。禁忌キツだ、うん、え、バルーン積んでる？積んでる積んでる、本当に積んでる、めっちゃ入ってる。積んでる、めっちゃ威圧してきてる。ちょっと待って、キンキキッズなんだが、ちょっと待ってよ、どうすっかな、ほんとに。
さあ、甘くねえんだよな、俺はな。よいしょ。雪玉使って精一杯ピーやろ。甘いよ、少年。あ、ミスター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 、ちょ、待って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 。どうした？フリーズド、フリーズド間違えた、フリーズド間違えた。あ、どうした？少年よ。ちょっと待って、聞いて、フリーズド間違えた、フリーズド間違えた。え、どっちでもいい。なんでもいい。あ、ちょろ。ライキってこんなちょろだったんだ。ライキってこんなちょろいんだ。かー。え、バルーンは？え？バルーンは？あるよ。嘘でしょ。え、出して出して出して。ほら。ねえ、自分かよ、お前。ちょっとボコボコにしたすぎてバルーンがいなくなっちゃった。マジかよ、もうだる、だるいわ。どこにバルーン入ってんだよ、お前よ。マジかよ、だる、だるすぎだろ。どうした？俺がナンバーワンですか？俺がナンバーワン。俺がナンバーワン。だる、だるいじゃん、めっちゃ。どうすか？世界一のバルーン使いのバルーン。生っすね。生っすか？生。正直。ありがとうございます。まあ、まだちょっと試練が必要かな。鍛錬が。鍛錬がちょっとまだ必要かなって思って。ああ、そうっすか。じゃあ、今後も頑張りますわ。頼むよ。チームのために。ありがとうございます。今後もバルーン極めますわ。うん、頼むよ。はい、ってことで怒られるよ。時間半に怒られる。いや、多分来る、来てくる、多分。こいつスポーツマンシップのかけらもね。この前あれしょ、トゥワイスのファンのことを、ワンスのこと、いや、そんくらいは別に全然大丈夫。トゥワイスファンにしばかれなかった。トゥワイスはファンのことをワンスって言っても大丈夫だった。オンス。今日はハンバーグ何オンス食べた？ハンバーグ何オンス食べた？16ワンス。しばかれるよな、ほんとに。え、どっちだっけ、どっちだっけ、トワイスは。トワイスはワンスだよ。ワンスだっけ。ハンバーグとかのなんかグラムの単位が、肉の単位がオンスだ。同じだもん。同じじゃねえ。2回半しばかれる。でも俺、モモ好きだから結構。モモ好き？俺、スイちゃん。スイちゃんは2番目、俺、2番目。あー、俺、モモちゃん2番目。若い下。そういうことやな。そういうことや。ということで、多分これもう、だってバルーンでいた時ちょっと思ったもん。あ、これなんかコメント欄荒れそうだな。まあまあまあ、まあ俺が勝ったから。それだ。抜いても勝てねんかよ、いや。そんな、雑魚すぎワルタになる。雑魚すぎ。雑魚落ちってコメントくるわ。雑魚落ちやめろ。はい、ってことで、こんな感じですね。こんな感じだ。なんかある。え、何？言い残したことあるか？なんかないっすか？じゃあ、ミガンさんにバルーンメタのデッキを組んでほしい。やらないけど。やるんだったら、もっと徹底的にメタらないとダメなんだよな。俺、バルーン使ってて、一番綺麗なカードはまず、三重子。あー、三重子か。逆にね、メガゴとかより三重子ね。三ガゴとかもだるいし、あー、なんだろう、シンプルに火力が高くて、速攻性のあるカードがあるよね。なるほど。だからやるんだったら、カルママとか入れないで、フリーズ三重子は。あれ、全然ない。てか、フリーズ三重子さ、グローバル大会でも全然入ってたし。そうだね、結構上の方にいたよね。ね。なんか、こんぐらい徹底的にやっていいと思う。あ、で、バルーンどこ入れんのって話じゃん。いらん。いや、そんなやついらねえよ。そうだね、でもなんか、フリーズ最強だったね。サノンデス大会振り返ると、それな、うん、だってマジで、うん、俺もなんか40勝ぐらいいったけど、うん、スケラミラーかバルミラーだったな。でもほぼバルミラーか、バルミラーか、あとソレメサのなんか黒遅延クラスとかさ。そう俺最後、うん、一番最後遅延クラスに、あの今100勝ぐらいしてる、ね、この CVF みたいなやつにボコされたんだけど、遅延、うん、クラスたまーにいたね。でも上手いやつしか使ってなかったね。やっぱりゴレとかたまにいるから、チェーンクロスはその分きついだろうし、まあそうだね、なんかそんな感じだったね、本当に。あとバルーンがマジ良かったね。2回に3回はバルーンで、あと2回はなんかスケラとか、うん、三重子とか、うんうんうん、たまにクロスとかゴレ、ラバーって感じだったね。ラバーとかいた？
ラッパーはほんのちょっといた、5例ぐらいいた、5例でも5例も全くいなかったんで、はいはいはい、だってまあ確かに5例出す、いつ出すのみたいな感じだもんね。確かにね。ってことで、まあ今日はこの辺でね、終わります。あれたも俺、何もしないか。あれたも知らんから。助けに来てくんない。コメント欄に助けに来てくんないの。バーカ。まあまあまあ。まあまあまあ。ってことで、まあですね、まあ今日は撮ったんですけど、まあね、あの前に、前の動画でも言ったんですけど、あの、キョキョさんちにね、行って動画をね、キョキョさんチャンネル2本と自分のチャンネル2本、はい、と、あと、ブロスターのね、動画とかも撮ってもらって、まあね、3人でバカ騒ぎしてる感じだったんですけど、みかんさんが下ネタしか言わなかったので、ぜひ、ね、俺のせい見てください。ということで、ずっともうなんか、マスターボール握りしめてね。やめろずっと。やめろ俺のペニーがとか言ってた。やめろ言ってない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 言ってということで、この辺で今日は終わります。お疲れ様でしたー。知らね。